っすぐですか、これも。まっすぐ、まずはまっすぐ。まっすぐ。じゃあ、その注文通りに。プレッシャー。うわ。ちょっと待った。ちょっとまっすぐじゃなかったですね。いや、すごっ。ちょっと私、今、ね、言葉を失いましたもん。ちょっと右行きましたよ。いや、すごい、でもよかった。うん。近くにいたからね。あの、切られたかと思った。刀で。そう、刀で。音が。そう、えぐいね、本当に。あれやな、ゴルファーにスイカ割りとかさせたら一発やろな。どういう、でもスイカ並べて当ててほしいな。打ち抜きたい。打ち抜きたい。新しいスイカ割りちゃう。そう。目隠しして。そう。穴だけ開いちゃう。いく。いやー。いけいけいけ、転がれ転がれ。カート道です。あそこ走ってね、拾いやすい。ありがとうございます。あ、耐えて、耐えろ、耐える。あ、耐えちゃうか。おー、よかった。すごい。よかった。さすがに超えないか。意外と距離あった。ロング、ロングではない。ありがとうございます。どっちかが絶対ちゃんと助け合って助け合ってるんで、ほんまにチームワーク。うちらの今日の目標は、ハンデを使わずに勝つっていう。じゃあ、ハンデ出していきます。安心が必要。ハンデの安心はめっちゃ必要。6であるわって思うと。ひかりさんはどういうレッスン、なんか理論とかあるんですか？特に理論はないです。あ、じゃあ生徒に合わせて。そう、その人のやっぱ体とか動きに合わせて、はい、まあうまく希望通りうまくさせていくっていう感じで、うんうん、特にこういうスイングをしなさいっていうのはないですね。あ、はい、いいですね。その人に合った。そうそうそう。なるほど。じゃあ光流はないっていう。そうですね。あった方がいいですね、確かにね。入門みたいな。でもね、光スイングみたいなのはないです。入門しようかな。光超自由ですよ。自由だ。でもまた飛びましたね。あ、よかったです。いや、ありがとう。このタイミングでちゃんと決めてくれるっていう、ありがたいです。助け合いましょう。はい。優しい旦那さんですね。そうですね。実は家で選手カンプとかやって面白いですね。ちゃ、みたいな。ちゃって私はちょじゃないですけど。258ヤード5番ウッドです。はい。あー、引っ掛けた。お、またカート道ですか。いや、林。あ、林。林じゃない。やばい、どうかな。頑張ります。左に気がつくわ。右だけど、超えてる。いい、うん、いい感じだな。あー、超えた、超えた。すごすぎる。助け合い。ほんまにナイスです。バンカー、え、バンカー超えましたよね。超えましたよね。超えた。ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃ良かった。飛んでそう。しかもいいキックしてこう、うん、ね。わ、ひかりさんがやばいって思います。お、そういう時はどういう、ね。上が全部キーやから、うん、マジとりあえずだ。教えてください、先生。こういう時はどうされますか。こういう時は、まあ多分一番いいのはそこに出すんでしょう ね、 でもね。ただまあね、こういう試合なん、戦いなんで。いやでもね、結構厳しいよ。その1本目のところをまずしたいって、そこからちょっと上に行かないといけないんですよね。で、できればちょっとこう曲げて、まあ当たってもまあそこら辺に落ちてくれれば OK かなっていうので、4番で打ってみます。はい。
嘘でしょ。いや、ちょっとね、左行っちゃったけど、まあ、抜けたら OK でしょ。入門させてください。入門させてください。先生、波ゴルフコーチいないんで。ね、だってめっちゃ嫌な景色やね。ね、そう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 。上木めっちゃあるし、ね、目の前本当だよね。で、奥バンカー。障害物しかない。障害物。ああいうのが楽しいですね。あ、なるほどね。こんな優しい顔してて、ね、これがゴルフの醍醐味と言える。そうそうそう、ね、もうずっと平坦から打ちたいぐらいよ。平坦探して。アリカッカさんはアイアンキャロウェイでウッドがテラ、テラです。覚えた。ウェッジもキャロウェイですか？ウェッジもキャロウェイです。キャロウェイですよね。はい、で、メンズクラブ最近最短でちょっとまだ慣れてないです。100ヤード8番です。はい、ちゃうちゃうちゃう、リカックさんのボール打ち寄った。はい、はい、あー短い、短いよ。難しい。かけたいな。P で打ちます。はい。おお、あ、いい。すごい。ナイス。乗ったー。おー、よかった。すげる。すごい。よかった、よかった。本当に。意外と転がった。すごい。P で打つんや、ああいうところ。まあ、ケースがね、難しいけど。そうですよね。うまいですね、やっぱ。ひかりさんと、ね、教えてもらいながら、やってるんかな。そうですね。こういう時はこういう時はこうした方がいいって。分かってんねんってなってそうですけどね。いやいやいや。分かってるわ。いやいや。あの距離でここまで行ったの？ね、どうでしょう？ナイス。はい、見てます。おお。強いかな。強いかー。行くんだ。あと1。結構行きます。結構。でもラインは。ラインは見えたね。ラインは見えたっていうのは。ごめんなさい。結構行っちゃった。あ、こんなでかい。うん。あら、追いかけてる。めっちゃ追いかけてる。いい手や。あ、よし。バーディー。綺麗にカーブしましたよ。ナイスです。弱いか。でもフックですね。フックです。あー結構大きい。ボギーボギーか。うわー、2度離された。はい、次バーディー取ろう。ちょっとグロスで買ったるとか調子に乗ったら謙虚に行きます。ロングでちゃんとバーディー取ってくるところがさすがですね。バンカー入ってたのに。いや、そう。ねえ。本当に挽回がすごかったね。だって険しい木からバンカーから、しっかり入れるっていう。木から攻めた回がありましたね。この試合はって言ってましたもんね。そうそう。試合。サムとかしてたら、うん、もうね、キュンキュンしちゃいますよね。なんだ旦那さん、うまみたいな。ね、こんなショットね、見つけられたら。ね、それこそ目が超える。これが普通かと思っちゃいますよね。確かに。
なんか私も YouTube に出てくださる人みんなやっぱ上手い方が多いんで、ちょっとあのなんだろう、普通に地元の友達とかと行くとちょっとあっちゃこっちゃみんなで見てあ、これがゴルフやったわって逆に思いましたみんなで全然集合探しみたいなみんなバラバラ個人プレイみたいな同じとこ目指してたよねみたいなそう、誰もフェアへおらんみたいなあーダメだ、林の中ですね。あ、でもちょっと水出てきたかも。本当出てきてる、うん、あ、出てる、カート道らへんじゃないか、うん、すみません。いい、頑張ろう。ナイスショット、戻ってきた。レーダーさんね、今レーダーよかった、いいところ、よかったよかった。145、はい、バーヤンですね。乗ってる。おー、ギリ乗ってる。ナイスです。よかったです。すごい。もう一人でいいじゃないですかね。ベストボールの意味。ついにもう全投げしましたね。全投げしてた。ここからはじゃあご夫婦でって。おつゆです。はい。お、ナイス。いや、これいい。いけ、超えろ。あー、惜しい。なんか、ちょっと方向は、ね、方向バッチシだったけど。距離足りなかった。また木が。ね、また。こういう時はどう？いや、多分これ普通に打ったらもうすんごい飛んじゃうんですよ。ラフだからフライヤーしちゃうんで、で木もあるし、ちょっとこうスライスの高いのが打てれば、バッといければいいですね。ナイスイン。ナイスインだったね。いい感じのボールだった。いや本当ですね。イメージは良かった。イメージは。距離が力が足んなかったです。イメージ通りの球がね、いろんな球を打ち分けられるのが本当ですね。そうなったらもっと楽しくなる。なりますよね。この距離をすごすぎません？うまっ。もうほぼ OK の距離あげないですけど、あげないけどあげないけど、攻めたけど、うん、ちょっと、ナイス、ありがとうございます。さあ、さあ、なんとかすごい、バンカーショットだね。OK、ナイス、さあ、パーです。ナイス、パー。すごい、本当ハンデ通り、あれ、バンカー、いや、どうやすぎません？バンカー。あれはどうやったら打てるんですか？あれはなんかちょっとへこんでたんですよ、ここって、はい、このところ。だから上からドーンって行って、はい、ちょっと低かったじゃないですか、はい、普通だったらもうちょっとふわっていきたいんですけど、うん、もうとにかく転がってもいいんで、はい、出すってことが強い。であの距離感それはもうラッキー、絶対ラッキー。ちょっと遠かったから、あんまね、多く望まない方がいい。なるほど、よくはね、ね出しすぎないと結果いいっていう。素晴らしい。
今更ですけど、かご坂どうですか？今気持ちいいね。最高っすよ。夏はいいね、うん、めっちゃ綺麗ですよね。綺麗、ね、なんかこの山の感じがやっぱいいっす。あー、御殿場の感じ、うん、そう、御殿場の感じが。あー、まずい。プレッシャーにありました。やばいやばい、やばい。私も左。めっちゃ超えた？超えた？超えたけどちょっと左の方だね。あ、左だよ。追いかけちゃった。じゃあドライバーのすみません。一番苦手なんですよね。何が得意ですか？最近でもドライバーが安定してたんです。今ちょっとミスっちゃったんですけど。でもあんまり OB とか最近出なかったんで、結構好きになってます。おーなー、ドライバーが飛んだら一番気持ちいいですもんね。ひかり先輩は何が一番お得意ですか？ドライバーですね。あ、そうなんですね。うん、他はそんなに。いやいや、やっぱり飛ばし屋なんですね。ね、ドライバー。ドライバー当たると気持ちいいですよね。いや、気持ちいいですよね。その後のテンポが変わってくるというか。ああ、確かに。確かに、まあ、大前提としてドライバーがちゃんとしない日はスコアが結局そのアプローチとか言うじゃないですか、うん、でもそれまでにここに飛ばしたら始まんないっていう、うん、女性は特に2打目がやっぱ飛ばないんで、ほんまちゃんとしよう、ちゃんとしよう。206ヤード5番で頑張って低く出したい。うん、出たわ。短い。大丈夫。はい。7番アイアンで低く打ちます。あ、サンキューだ。サンキュー。サンキューのお金。ごめんなさい。ナミちゃんの顔。取れたかじゃないですか？今ね、シャンキューのお金、シャンキュー出した。それに当たったしね。まあ、ここは出るということですね。そういうことですね。正解例を。正解例はウッド。うん、ウッドとかね、あれぐらいの楽だったら。打ち方変えなくて打てる方をまず見つけた方がいいですね。あ、打ち方変えるのも最終手段。あ、うん、低く打とうとか高く打とう。うーん、別に距離も関係ないから。確かに。そうそう、ウッドで普通にポンって打ったらジョジョーって言って。そっか、距離もちゃんと稼げるし。そうそうそう。だって低くって難しくない？いや、難しいです。めっちゃシャンク出る。あー、そうか。まあでもそういうのもね、練習が必要だけど。もしオプションがあるんだったらウッドでもいい。ありがとうございます。でもちょっと変なところにボールが。めっちゃむずそう。なんか境目ねえ、うん、難しい。146ユーです。どうだ、もう足りないか。あ、でもいいところ。うん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 、はい、7番でいきます。はい。おお、ゴーゴー。おー、ナイス。いいですね。ナイス。よかったです。7番いい感じです。なんでですか、フライヤー。あ、ちょっとフライヤーで、なんか8番とか、うん、はい、でも良かったですね。お、ちょっと右に、ちょっと右に出して、体を。結構意外とこれ、はい、左上がってる感じじゃないですか。あ、はい。で、しかもつま先も上がってるから、うん、これに沿って振んなきゃいけないんですよ。あ、こういう方向で、はい、これが逆からさっきのナミさんでバーンってきちゃうと、はい、ポコってこう、うん、飛ばなくなっちゃう、はい、できればちょっと下から振ってあげるような感じで切るとちょうどいいかもしれない。え、立ち方もこうってことですか？立ち方はまっすぐです。立ち方も若干右向けてもいいし、それよりもなんかクラブの軌道をこれに合わせようと思ったら自然にこう構えが変わっていく感じ、うん、あ、向かい。チャレンジ。チャレンジじゃないですか。チャレンジやろうかな。はい。ちょっとやってみようかな。でもできる気がせんからの前段。だからこういう軌道で、ね。そうそう、イメージね。だから若干こう。めっちゃいい。
うん、左に回復した。だけど、はい、出方としてはあれがすごくいいですね、音も。ありがとうございます。先生先生すごいですね。わかりやすい。ランブレッスンです。ランブレッスンも、はい、スクールの時やってます。はい、基本は赤坂です。基本はそうですね、赤坂とあと浦安とって感じで。皆さんぜひ。DM 行きたい方は27ヤードアゲンストなんで52度で、はい、おお、うん、ありがとうございます。ナイスです。教え方がすごい優しい。ねえ、わかる。優しい。めっちゃ優しい。マジで。それはありがたい。あれ、嫁の前やからですか。なって。カメラ回ってるから。いや、裏表なさそう。じゃあ、エリカシカさんので。はい。いやー、いい距離よ。まあ、結構いくね。めっちゃ？めっちゃ？バックしない。あ、ビリヤードでしたっけ？バックしないと。わあ、これは言いたいですね。お先に。うわあ、よかったー。おお、と入ったー。ナイスです。いい勝負してます。はい、後半も頑張り続き頑張るのでよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでー。ひかりさんも。Ha ha 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 ha!